こんにちは、ルピナです。今さっきまで、セミナーをやってました。ね、もう本当に土壇場で告知したにもかかわらず40人ぐらいの方に集まっていただいてめっちゃ嬉しくて本当に感謝で、あのね、ありがたく嬉しく楽しい時間を過ごさせてもらいました。で、その反面ね、こういう講師につきものだと思うんですけれども、もっとこうしとけばよかったとか、もっといろんな資料用意しといて今日のね、雰囲気とか流れに合わせて、2番目3番目の資料も用意しとけばよかったなとかね、まあいろんなね至らないところが次々と出てきます。喋り方がうまくなかったとか、例え方がもっと良くなかったとかね、なんだろうな、なんて素晴らしい時間だったんだ、私はもうバッチリで、素晴らしい講義をしたっていうふうには全然思えません。まだまだ工夫の余地がこんなにあるんだっていうのを毎回ねセミナーやればやるほど思います。で、これはね、私だけじゃないと思います。プロでやってる方っていうのは、いやもう私はこれで十分だなんていうふうには思わないはずですね。やればやるほど、ね、プロとしてやってるからその分目も高いですから、自分のレベルの低さっていうのが分かるんですね。で、これを感じたくないがゆえに皆さん好きなことをやるのに手間取ったり悩んだり、一歩進むのを怖がったりすることってすごくあると思います。だから何も間違ってなくて、やればやるほど、ここがダメだとかもっとここ工夫しなきゃいけないなっていうのに気づいてって、ね、ショックを受けたりね、悲しい思いをしたり、焦ったりっていうのはまあ当たり前のようにあってね、それでいいんだというふうに割り切れれば進んでいけるかなと思います。ね、ぜひ そうやってね、こう足りないところが見えるから、逆に言えば次のステージとかね、努力するべきポイントとか伸びていけるわけで、好きなことをやったから、はい、もう満足、何もね問題もない、いい気持ちだけするよっていうわけじゃない、あ、それが当たり前なんだよということを少し覚えておいてもらえればいいかなと思います。ではまたお会いしましょう。